ムーンダストの切り花ムーンダストは日本のサントリーフラワーズとオーストラリアの植物工学企業であるカルジーンパシフィックとの共同研究開発により遺伝子組み換え技術を経て誕生した世界で初めての青紫色のカーネーションである花言葉は永遠の幸福である本来カーネーションには青色色素が存在せず青系カーネーションは存在しなかったが ペチュニアやビオラからデリフニ人形の色素合成遺伝子を取得しカーネーションのゲノムへ組み込むことにより誕生。1997年からムーンダストとして発売されているが当初は都会の一部の有名生花店や各種のイベント、結婚式や特別な場所で使われる程度で一般的に目にすることは少なかった。その後徐々に種類が追加され2005年2月に全国に 初めて発売され、現在では比較的入手しやすくなっているが、一般的な生花店ではあまり扱われていない。2004年には青いバラと共にグッドデザイン賞金賞を受賞している。地方生産地はコロンビアやエクアドルにて温室で栽培されている。航空便にて世界各国にも出荷され、切り花市場へ取り移する。花持ちが良く、種類によっては、 最長で1ヶ月程度咲き続けるカルタヘナ法における第一種に平成16年6月に認可され遺伝子拡散防止措置を行った切り花のみの形態で流通するサントリーの発表では2005年に約1800万本を販売した花言葉は永遠の幸福現在6種類販売され大型で一輪咲きのスタンダードタイプとして小紫色の ベルベットブルー、濃い青紫系のプリンセスブルー、桃色に近い青みがかったライラックブルー、大輪4色の中で一番淡い、アクアブルーというので4種、枝の先端で多数に枝分かれした化成のスプレータイプとして、青紫色のアメジストブルー、桃色に近い青みがかったパールブルーの2種類が発売されている、流通量が少なく、 特別なイベント、結婚式や贈答品のフラワーアレンジメントの素材として使われている。アントシアニンは赤から青までの色調を示すフラボノイド系の色素群である。アントシアニンのアグリコンのことをアントシアニジンと呼び、アントシアニジンの中でもビーカンの水産元が一つのものをペラルゴニジン、二つのものをシアニジン、シアニジンの三いの水産元がメトキシカされたものをペオニジン、 水産元が三つのものを、デルフィニジン、デルフィニジンの五くらいの水産元がメトキシ化されたものを、ベチュニジン、デルフィニジンの三、五くらいの水産元がメトキシ化されたものを、マルビジンという、アントシアニンの青色発色機構には様々なものがある。アントシアニジンの種類、アントシアニンの存在する植物細胞中の液胞の pH、金属イオンの種類や量、分子ウッまたは、 分子間でのコピグメント、超分子形成などである。ムーンダストにおいては、アントシアニジンの種類を変化させることで青色を発色させている。すべてのアントシアニンは、アルカリ側では青色になる。デリフィニジン系のアントシアニンは、比較的酸性側でも青色であることを利用している。カーネーションには、フラボーノイド性合成系でジヒドロケンペロールや、ジヒドロケルセチンから、 ジヒドロミリセチンへ変換する酵素、フラボノイドマイナス3、コーヒドロキシラーゼがない。そのため、デリフニジン系のアントシアニンを合成できない。ジヒドロケンペロールから、ロイコペラルゴニジン、ジヒドロケルセチンから、ロイコシアニジン、ジヒドロミリセチンから、ロイコデルフェニジンへ、ジヒドロフラボノールレダクターゼによってそれぞれ変換される。そして、ロイコペラルゴニジン、ロイコシアニジン、 ロイコデルフェニジンからペラルゴニジン、シアニジン、デルフェニジンにアントシアニジンシンターゼによって変換される。そこでカーネーションにおいてもデルフェニジン系のアントシアニンを合成させるためにペチュニアやパンジーから F35H の CDNA を単理してカーネーションに導入した青紫色カーネーション1363においてはパンジー由来の F35H の CDNA の 他に、ペチュニア由来の DFR の遺伝子、形質転換体の選択マーカー遺伝子として、スルホニルーレア系除草剤であるクロルスルフロンに、耐性を与える、耐性変異型のタバコ由来汗と、乳酸合成酵素の遺伝子が導入されている。ペチュニア由来の DFR 遺伝子も導入されている。理由は、カーネーションの内在性の DFR は、ペラルゴニジン性合成にも関与するが、 パンジー由来の DFR は、ジヒドロケンペロールを基質として利用できない、基質特異性によって、ペラルゴニジン整合性に関与できないことに関わりがある。カーネーションの内在性の DFR があると、ペラルゴニジンが合成されてしまう。そこで、カーネーションの母本として、DFR を結出していて、アントシアニンを合成できない、白色花の品種が選択された。その母本に、 パンジン由来の F35H の CDNA と、ペチュニア由来の DFR の遺伝子を導入すれば、ペラルゴニンジン合成ができないが、デルフィニジンやシアニジンの生合成ができるため、よりアントシアニジン中のデルフィニジンの存在比率が上がり、より青みを増すためである。ありがとうございます。